ちゃんと、鎌太郎の子供たちが生まれてくるでしょうか。お前たちも、一生懸命生きているんだな。ああ、この辺とか、完全に掘り返されて、春菊が埋まっています。下のキッチンペーパーに水を、直接かけて、湿らせておきましょう。うちの庭を通りすがる野良猫たちを、紹介したいと思います。ああ、ブーチャーン、なんて、ブチャイクなのー。鎌太郎の卵を、このケースに移動しました。これならスペースも広く、観察も容易です。皆さんこんにちは。前回の動画、カマキリ日記45でお伝えしましたが、2021年1月1日、鎌太郎とお別れしました。でも、鎌太郎は卵を残してくれました。ちゃんと、鎌太郎の子供たちが生まれてくるでしょうか。今日は、2021年1月から2月後半までの鎌太郎の卵の管理状態とサイドストーリーをお送りします。これは、1月1日、午後、鎌太郎とお別れしてすぐの、映像です。この、マーガリンケースに入っている土、何かわかりますか？これでピンときた方、すごいですね。そうです。ここには、鎌太郎の餌用にストックしていた、コガネムシの幼虫が入っています。これは、12月20日、コガネムシの幼虫を探していた時の映像です。庭の土を掘り返すと、めちゃめちゃたくさんいたんですよね。鎌太郎は喜んで食べてくれましたし、土に入れておけば生きているので、マーガリンケースに入れてストックしておきました。映像は、1月1日に戻りました。鎌太郎、全部食べる前に旅立っちゃったね。鎌太郎は、もういないので、このコガネムシの幼虫も逃がしちゃおうかと思います。コガネムシは幼虫も成虫も葉っぱや根を食べるから害虫なんですよね。でもなんか今は殺してしまうのはかわいそうな気分です。ほら、逃げろー。鎌太郎はもうお前たちを食べないから。あら、結構残ってたね。動き始めた。お前たちも、一生懸命生きているんだな。そうだよね。家庭菜園をやっている人間にとっては害虫だけど、生きるために必死なんだよな。そんな風に、コガネムシの幼虫を見ているうちに、どんな風に成虫になるのか、観察してみたくなりました。それで、数匹持ち帰り、プリンのカップに入れて、引き続き観察することにしました。ちなみに、2月末現在、まだみんな幼虫のままです。今後ちゃんと成虫になったら、改めて動画にしたいと思います。その時、もし興味があればぜひご覧くださいね。さて、1月5日になりました。鎌太郎の卵を見てみます。ま、当たり前ですが、変化はありません。乾燥しすぎも悪いそうなので、霧吹きで水分を補給しておきます。ちょっとかけすぎたかな。まあ、外にある卵も雨や雪に濡れることがあるので、大丈夫でしょう。1月6日です。ここは、春菊を植えているコトロです。鎌太郎を連れて何度もここに来たね。懐かしいなぁ。それにしても春菊、なかなか大きくならないんだよなぁ。ところで、この春菊の横に刺してある、カマキリの卵もどうなるか、楽しみですね。カマキリの卵は、卵鞘、と呼ばれます。この中に200から300の卵が入っているそうです。卵鞘は、発泡スチロールのように空気を、多く含んでいるので、断熱効果があり、寒い冬でも大丈夫です。翌日です。また春菊のところに来てみると。ああ、この足跡は、そして、春菊がめちゃめちゃに掘り返されています。なんてことだー。
これは間違いなく、野良猫の仕業ですね。我が家を時々通りすがる子たちの、誰かが犯人でしょう。しかし、すごい掘ったね。目から掘り返されてしまっています。ああ、この辺とか、完全に掘り返されて、春菊が埋まっています。なんてことを。犯人、の落とし物、もう埋まっているかもしれませんし、仕方ないですね。でも、何か対策しないといけませんね。ほっといたら、またあの子たち来そうですよね。これは、コーヒーの出がらしです。猫は、コーヒーの匂いが嫌いという噂を、聞いたので、巻いてみます。聞くかなぁ。とりあえず、春菊の周りにまんべんなく巻いてみます。そして、さらに、これを設置します。これは、ダイソーで買ってきた猫よけグッズです。このトゲトゲがあるので、猫が嫌がって通らないということらしいです。これを春菊の周りにこのように並べます。これで、野良猫被害は防げるでしょう。多分。1月17日になりました。時々、霧吹きで水をかけていますが、この時期空気が乾燥しているせいか、結構すぐに乾いてしまうんですよね。ちなみに、暖かいと卵が春だと、勘違いして早く生まれてきてしまうことがあるので、寒い玄関のところに置いています。やっぱり、カラカラに乾いているね。霧吹きだけだと、水分が少ないかもしれません。下のキッチンペーパーに水を、直接かけて、湿らせておきましょう。ドバーッといっちゃいます。下に溜まっている水が、キッチンペーパーに染み込み、少しずつ蒸発するので、乾燥しすぎてしまうことはないと、思います。上の方にも少し霧吹きで、水分をかけておきます。ちょっと、かけすぎたかな？でもそのうちすぐに乾燥すると、思います。もう少し経ったら、大きめのケースに移動したいと思いますので、とりあえず大丈夫でしょう。1月22日です。庭に出てみます。でも、冬の庭は寒々しいですね。鎌太郎の餌探しもする必要もなくなってしまったしなぁ。あ、これは、カマキリの卵ですね。よく見ると、すでに割れて中は空になっています。この時期に孵化することはないですから、おそらく1年前の卵でしょうね。カマ太郎やオスカマくんと同世代のカマキリたちがここから生まれたと考えると、この卵の抜け殻もなんだか、特別な気がしてきます。あ、あの子、また来てるじゃん。庭のど真ん中に、座ってるじゃん。この猫は、うちの庭を通りすがる野良猫です。ちなみに、あの子、という名前で呼んでいます。あの子、が名前です。いつも適度な距離を保って、こっちの方を見ているので、なんとか頭を撫でたいと思っているんですけどね。ほらー、あの子を。怖くないぞー。もう1年以上うちの庭を通りすがってるんだから、そろそろ友達になってちょうだいよ。あら、また後ずさりしてるじゃん。でも、完全に逃げるわけじゃないんだよね。このように、微妙に数メートルの間隔をキープしつつ、こちらの方をキョロキョロ見てきます。あら、どこか行っちゃうの？あの子の特徴は、尻尾がないことです。生まれつきないのかな？この機会に、うちの庭を通りすがる野良猫たちを、紹介したいと思います。この子、さっきご紹介したあの子と、似ていますが、別の猫です。似ているので、親戚さん、と呼んでます。あ、逃げた。あの子と同じ血筋なのかわかりませんが、親戚さんも尻尾が短いんですよね。この野良猫は、牛。
牛のような模様をしているから牛です。よく見ると左目かっこ向かって右側の目を怪我しています。でも結構やんちゃらしく最近親戚さんを追い回している様子をよく見かけます。次に紹介するのはこの野良猫。おっと、逃げた。この野良猫の名前は、手袋ちゃん、です。他の子たちより警戒心が、強いらしく、近づくとすぐに逃げちゃいます。え？どうして名前が手袋ちゃんなのかって？手足だけが白くて、手袋を、しているみたいだからです。ところで、手袋ちゃんはどこを見ているのでしょう？あ、手袋ちゃんとめちゃめちゃ似てる猫がいる。これは、初めて見る猫です。お前たち、めちゃめちゃ似てるじゃん。何？お友達？それとも家族なの？手袋ちゃんは、こっちとお友達猫の両方を気にしています。あら、どこか行っちゃうね。この、お友達猫の睨みに負けたのかな？このお友達猫の名前は、靴下ちゃん、にしよう。なんか最近、通りすがる野良猫がいっぱいいるなぁ。さあ、この猫が、今日紹介する、最後の猫です。名前は、ブーちゃん、です。なぜ、ブーちゃんなのか。なぜなら、顔がめちゃめちゃブチャイクだからです。どれくらいブチャイク顔か、見たいですか？では、行きますよ。ブーちゃんの顔公開まで、5、4、3、2、1、0、どうぞ。どうです？これがブーちゃんです。出没率が低いのと、カメラを向けるとすぐに逃げてしまうので、写真しか撮れませんでしたが、やっぱり、ブーちゃん。ブーやなぁ。目つきの悪さと、この唇みたいな模様、ブーちゃーん。さて、かなり話が脱線してしまいましたね。日付は、2月23日になりました。鎌太郎の卵は、まだそのままです。今日は、この卵を大きなケースに、移したいと思います。よく見ると、外に出てしまった卵が見えますね。本来は、卵が卵鞘に包まれるのですが、鎌太郎の卵は形がいびつになってしまったので、この卵は外に出てしまっています。ちゃんと生まれるといいなぁ。さて、今日引っ越しするケースは、これです。ケーキが入っていた空きケースですが、大きさも手頃で、蓋もついていて、しかも透明なので、観察にもってこいだと思います。では、この卵を枝ごとこちらに移動します。でも、枝が短いですね。どうやってレイアウトしたらいいかな。高さを調整するものが必要ですね。これはどうでしょう。プリンの空きカップです。この上に枝を立てれば、いい感じの高さにならないかな。お、結構いい感じ？ちょうどいい高さじゃない？この枝の上の尖ったところがちょっと邪魔だから切ってしまいましょう。これでもう一回高さを合わせてみます。どうかな？おお、なんと、ぴったりです。プリンの空きカップと枝の高さを足してぴったり箱の高さになりました。では、プリンカップと枝を固定していきます。マスキングテープで固定していきましょう。このように、プリンカップの下をテープで留め、さらに枝を上に固定します。でも、やっぱり、マスキングテープじゃちょっと、粘着力が心もとないです。やっぱり布テープに変えます。よし、やっぱり布テープの方が安定しますね。上の方も、このように、2本の枝を箱に固定して、完成です。どうです？これなら、ある程度の高さと広さが、確保できるので、赤ちゃんたちが生まれてきても、今までの箱よりはかなり余裕があります。そして、布テープでしっかり固定したので、このように逆さまにしても落ちることはないです。
乾燥しすぎは良くないと思うので、箱の中に、キッチンペーパーに水を含ませたものを、入れておきます。このように、下の方に、濡れキッチンペーパーを入れ、蓋を閉めたら完成です。完全に密閉されてしまいますが、卵はほとんど酸素を消費しないはずなので、大丈夫だと思います。でも一応、時々箱の蓋を開け閉めして、中の空気が入れ替わるようにして、管理は続けたいです。今日までで、ひとまず、鎌太郎と、卵についてのご報告は一区切りということになります。春、ちゃんと生まれてくれるでしょうか。ドキドキですね。さて、今後の動画についてですが、思い出のため、今まで46回にわたった、鎌太郎の動画の総集編を、作成中です。それと、他にも飼育、観察してきた生き物たちがいますので、その動画も少しずつ編集して、シェアしていきたいと思います。今後の動画にもぜひご期待ください。ご視聴ありがとうございました。